現在の時刻が午後1時30分です。このあとおよそ30分後にいよいよシアドラゴンズ2017の新メンバー、新人の皆さんをこのステージにですねお招きして皆さん楽しんでいただく、そんなステージがあります。もう一つ何らかの発表もあるとのことですので、そちらもお楽しみください。ぜひご期待ください。